はい、ピースケです。パープルアップですね、やっていきたいと思います。というわけでボックスガチャをね引いていきたいと思います。はい、でまあ、ダイゴと一ノ瀬と、メガネ登場ですねが、ピックアップされているやつなんですけども、まあダイゴをね、一ノ瀬持ってないけどまあいいかな、今回はダイゴのメインのやつなのでしっかり3000枚しかないんで、まあ300連なんですが、でまあボックスも150個なんで、さあまあ2枚ぐらい引ければ、まあ3枚引ければいいかなっていう感じなんですけど、うん、あ、これ初回3等以上っていうのがあるね。こっちから行きましょう。レッツゴー。ここで引けたら最高なんだけど、まあグダグダ引いていきたいと思います。はい、 R メガネ、はい、行きましょう。これね、ボックス開けるのが大変なんですよね。ググんないとあれだよね。なんでまあサクサク行こう。 PN とかでもまあサイガーさんたちとか、まあその辺は普通に嬉しい。 PR 演出が来たぞ。あ、嬉しいっす。最後いっぱい来いよ。一ノ瀬も来たね。まあ一等と、まあ特賞両方出たら終わりたいかなって、あのリセットって感じでいきたいと思います。あ、出ない。PR は出たかな。あ、これか。あ、PR 出た。まあ、PR が2等なのね。なるほど。はい、行きましょう。グレ。安定。はーい。PR がいっぱい出る。ダイゴ自体は出やすいのか、これ。はい、とりあえず行きましょう。ちょっと早めにね一発出てくれるとすごいありがたいんだけど。 R の第5。あー、もうこれか。 PR とかである程度解放できないときつい系ね。はい、でも出ない。つれえな結構これ。まあ、R は出るけど、まあ、副産物出てくれると嬉しいですけどね。ジュ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 、グダ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 。100枚だったか。何千枚っていうのさ、ほんといいんだか悪いんだかって感じですよね。まあ、PR 来ました。くねちゃん、はい、ちょっと一回ね混ぜます。どうしようこれ。メガネの R がいっぱい出てる。こいつに食わしていけばいいかな。N はさすがにいいだろう。PN はね、サンタチとか、サイガとか出てくれると、すごい嬉しいんだけど。すぐ終わっちゃいそうだな。先駆けとかも嬉しいですよね。解放できるのかどうかっていう。あ、武田は取っときたい。はいはい。どんな感じなのか。大悟引けんのかこれ。引け
るのか分かんねえな。一応 PM 取っとこうか。今空きどんくらい ?226、まあいいか。はい、行きましょう。くぐった、オッケー、来い。お、SR 来ました。これ特徴だったらどうしようかな。さあ、来い。なんで？どうか。守るって。初期キャラもいいとこ。あ、また来た。さあ誰？ダイゴ。ダイゴ。なんで？なんで？特徴だねこれ。特徴1等の数は0になりました。ボックスリセットします。はい。なるほどね。で、あと2000枚。一応、500枚ぐらいは温存できた。はい、闇。一ノ瀬か。大悟出ないと見ない。もう闇の嬉しい。闇の嬉しいよ。大悟1枚も出ないとかあるか、もしかして。シドレミ、シドレミは PSR が出ないとあれだな。一ノ瀬出るな。メガネ、メガネはいらん。はい、ちょっと減らしていきます。闇の嬉しいな、普通。トゥルルトゥ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 ルー。さてさて、何に何、あ、これも40だ。何に何を混ぜたらいいのかわからん。パンパッパンパパッパン。ん？デイゴ。デイゴ最後までちょっと気をつけた方がいいよね、これ。なんか、むやみに混ぜれない。はい。この N たちが。はい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 。これがめんどくさいんだよな。もう一回この子。なんかきらめきにする。あるよ。ちょん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 。どうしよう。ちょんちょんちょん。はい。10体もいないか。はい、やりましょう。残り1500枚。結構闇深いな。あんまた、なんか溜まったように見えてあんま溜まってないもんね。はい。3000枚貯めて300連か。それは闇が深い。あ、サンたちの PN とかは普通に嬉しい。あ、大悟ある。
これって45できんの ?45 は無理そうだね。俺ぐらいの枚数じゃ。レイリー PM が良かった。あ、メガネ来た。やべえ、マジで来ない。あ、闇のはめっちゃ来るけど、なんかなんで嬉しいけどさ。なんだこれ、めっちゃ渋い。はい、やばいね、あと700枚しかない。あ、でしかもボックス増えてるしボックス増えとる、マジか。最初の一発目で引けないともう終わりだね。これは闇が深い。だから石があんのか。マジか。マジか。なんかもうちょっと45しやすいかと思ったんだけど。全然しやすくなかった。ただ続きがあるって思っといた方がいいのかな、大国に関して。いやー、これは闇が深い。でメガネの R がいっぱいいるので、この辺も手荒く混ぜていこう。手荒く混ぜたらそうなるよね。はーい、あと700枚しかないけど、レッツゴー。はい、全然コン潜ったけど、あ、いやマジ、大悟頼む。なんでや。どうしよっかな。どうしよう。残りが何枚これ。あ、まだ150g だ。なるほど。なんで俺一ノ瀬こんなに引いたんだ。あと500枚しかないんだよね。ちょっとじゃあ SR は引いておきたいわ。あ、まあ大悟出た。ダメだこれ。これダメだ。PR 大悟出て、あるか。あ、でもひまわり嬉しい。もうこれ副産物ガチャじゃん。マジか、闇が深い。いやだって大悟さ PR1 枚でしょって言ったの、やばくない？ちょっとこれ混ぜよ。プラゴナレ
立川はね、50したいから嬉しいんだよね。あと2個来い。うわ、3。普通じゃん。で、ひまわりも。ひまわりは、ちょっと、プラグを作って、解放させたい。てれれてれれれてれれれ。いやー、まぁ、あ、こん、R はいっぱい出たね。渋いな。なんでお前がいっぱい来るんだよ。1は来るの。これやべえな。やべえです。はい。もうちょい引ける？一応6連引ける。はい。感じかな。はい。以上です。とりあえず3枚しかないので、いや、これは闇不景わ。だ、多分石で引けってことなんですかね、もしかして。渋いというわけでございました。やば、これはやばい。結構ね、運良かった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、はい。まあこれね、リセットすればするほどボックスも増えていきますし、相当貯めないときつかったんだなっていうのが、はい、最後になって分かりました。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。一ノ瀬しか出なかったわ。はい、皆さんピースな一日を。バイバイ。